皆さんこんにちは、ママジョイちえこです。皆さんは実トレという言葉を聞いたことはありますか？エッチの感度を上げるためにしようと言われることもあったりしますが、エッチだけの問題ではありません。今日は実トレについてお話ししていきます。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。そもそも骨盤の中には膀胱、子宮、直腸といった内臓があります。これらの臓器を骨盤底筋という様々な筋肉がハンモックのように支えるような形になっています。骨盤底筋は膣や尿道、肛門などを締める作用があるのですが、妊娠出産や加齢によって骨盤底筋の締めるという力が弱まってしまいます。そうなると、例えば膣圧が下がってエッチの時の感度が落ちてしまったり、尿道を締める力が弱くなって尿漏れの原因になってしまったり、肛門が緩んでしまって便の切れが悪くなったりすることにつながります。それを放置していると、70代80代と年を取っていった時に、子宮や膀胱、直腸などが膣に降りてきてしまう骨盤臓器脱という病気になることがあります。子宮脱、膀胱瘤、直腸瘤などという病名も聞いたことがある人もおられるかもしれませんが、これらは筋肉の衰えによって起こってくるんですね。特に経膣分娩、下からのお産をされたことがある場合には、どうしても赤ちゃんが通ってくるときに周りの筋肉や靭帯を傷つけてしまって避けてしまうっていうことがよくありますので、骨盤臓器脱になりやすいと言われています。たくさん子供を産んだ人や吸引分娩をした人なども周りの筋肉や靭帯を傷ついていることが多かったりします。若いうちは大丈夫であっても、年をとって老化という要素が加わってしまうことで、より一層尿漏れや便の切れの悪さ、また骨盤臓器脱になりやすくなってしまうことにつながっていくんですね。さあ、どうすればよいでしょう。ここで出てくるのが膣トレということです。具体的に方法としては、自分でできるものとして昔ながらのケーゲル体操というものがあります。やり方は簡単で、まずは準備からしていきましょう。トイレに行って膀胱が空の状態で行うと良いでしょう。立っていてもいいですし、座っている姿勢や寝っ転がった姿勢でも大丈夫です。初心者は寝っ転がった姿勢が一番やりやすいと言われています。まずは息を吸いながら、膣を引き上げるようにキュッと締めて、息を止めて5秒間キープ。その後、息をふーっと吐きながら全身の力を抜いていく。この動作を1日5分程度を目安に毎日続けることで、早い人だと数週間程度から、遅くても数ヶ月以内に効果が出てきます。自分で正しく筋肉を使えているのかどうかわからないという人は、排尿の途中で排尿をキュッと止めてみるといいでしょう。この時に排尿を止めたり弱めることができていれば、正しく筋肉を使えているということがわかります。ただし、ケーゲル体操として毎回排尿時に尿を止めるのはおすすめいたしませんので、注意してください。膀胱内に尿が残っている状態が続いてしまうと、膀胱炎などの尿路感染の原因になりますので、排尿で膀胱は空っぽにする方がいいです。場合によっては、膣に重みをつけたコーンを挿入して練習するのも良いかもしれません。こういった商品が Amazon で売っていたりするので、ちょっと分かりにくいという人は取り入れてみてもいいかもしれません。まとまった時間をとってやらないといけないという決まりはないですので、テレビを見ているときや YouTube を見ているとき、電車やバスに乗っているときなど、気づいたときにやってみるようにすると良いでしょう。日常生活の一部になっているくらいがいいと思います。膣を締めるときに肛門も一緒に締めるイメージで行うと、骨盤底筋全体を鍛えることができます。
これはお尻の穴をキュッと引き締めるイメージで行うといいでしょう。ただし、これは筋トレですので、毎日コツコツ続けることが大事になってきます。一般的な腹筋や背筋、腕立て伏せなども1日やっただけでは効果が出ませんよね。この膣トレも同じように毎日続けることで骨盤底筋の強化につながっていきます。将来の骨盤臓器脱の予防ということを考えると、骨盤底筋体操以外にも生活習慣を改善することも勧められています。例えば、体重、排便、仕事についての改善が大事ですね。BMI が25を超える肥満の場合には、骨盤臓器脱のリスクは2倍になります。そのため、ちょっと体重が増えてきたなという方は、減量を取り入れるのも一つです。あとは、ひどい便秘がある場合には、便秘も悪化因子とされていますので、排便コントロールを行うようにしましょう。排便コントロールは、食事に食物繊維を取り入れたり、腸内細菌層のバランスを整えるなどの方法でも良いですし、お薬でコントロールする方法でもいいですね。仕事面では重労働、重たいものを持ったりして、あまりにも強い腹圧がかかることも悪化因子とされています。慢性的な咳によって腹圧がかかる状況も悪化の一因になるとされていますので、もし喘息などをお持ちでコントロールが悪い場合には、喘息のコントロールもすると良いでしょう。気になる方は生活習慣の改善から取り入れてみるといいかもしれませんね。もし立っている時やくしゃみなどで腹圧がかかった時に、おしものところに何か出てくる感じがして、実際触ってみるとなんかちょっと湿ったようなものを触れるっていう場合には、骨盤臓器脱が進んでいるということもあります。妊娠出産で傷がついてしまっている場合には、若い人だと30代40代でも症状が出てくる人もおられます。もし触って触れるほどに骨盤臓器脱が進んでいる場合には、膣トレでは元の状態まで改善することは残念ながらできません。ペッサリーや手術などの治療で QOL が劇的に改善することもありますので、一人で悩まずに産婦人科で相談してみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。